情報科学芸術大学院大学は、岐阜県大垣市加賀谷4丁目1の7に本部を置く、日本の公立大学である。2001年に設置された。大学の略称はヤマス。メディア文化における探求者の養成を、主な目的とする大学院のみの公立大学。またいわゆる博士後期課程も持たず、修士課程の2年で修了する。略称のヤマスとは、英称の、 Institute of Advanced Media Arts and Sciences の頭文字という意味の他に、同地内にあった、先週学校の岐阜県立国際情報科学芸術アカデミーの英称、International Academy of Media Arts and Sciences のダブルミーニングであった。芸術と科学の融合を見学の理念とし、先端技術と文化を織り混ぜた実践的な表現を主な研究テーマとしている。 全身の先週学校当時から学生たちの作品が国内外の展覧会で入賞を重ねてきた経緯からメディア表現者になるための教育研究を行っており2004年にはヨーロッパ最大のメディアアートの祭典アルスエレクトロニカでキャンバス展示を開催したまた1995年からインタラクション展をビエンナーレ形式で開催しているさらに2010年から メーカーイベントをソフトピアジャパンにて開催している。2012年併設されていた岐阜県立国際情報科学芸術アカデミーは廃校となった。2014年度には校舎がソフトピアジャパン地区へ移転した。2021年4月博士後期課程を開設予定。メディア表現研究科メディア表現専攻という位置 研究会地専攻の修士過程で構成され、教員及び学生は活動領域に応じて4つのスタジオに所属している。2006年度よりスタジオ3のデザインとプログラミングが分裂し、スタジオ E ができる。2012年度にはスタジオ制が廃止され、新たに3つの領域が誕生した。付属機関として図書館と産業文化研究センターを有している。 ありがとうございます。